ちなみにこれは僕が幼稚園の時の出演写真です。ここにいます。またのも引っ張り出してきて、アルバムにしとくとそのままなんですが、で実際これも見るともう色も褪せてきてます。で、アルバムそのものも結構紙もボロボロになってきたりするんですが、今の時点だったらそれをパソコンに取り込んで、でこうやって見ることができて、あるいはパソコン、こういうデジタル、携帯電話とかに入れる、あるいはこれを見ながら子どもたちと話をするということもできます。実際、これは僕も子どもの時の写真が、これ僕の子どもの頃の写真です。僕自身は撮れません。これを撮ってくれたのは僕の親です。ということは、親が自分の子供の写真を撮るということは、いつかその子が大人になった時に、例えば僕がうつ病になる、あるいは、ご高齢者になって、認知症になってしまう、ボケちゃんとしたりなる、その時に僕の親が撮ってくれた写真たちが僕自身を救ってくれるということがあると思います。つまり、なんとなくこう子供たちの写真、携帯でパチッと撮るってことが今の行為としてあるんですが、それはいずれその子が大人になった時、あるその子が高齢者になった時に自分の心の病を防いでくれる、とても重要なアイテムになってくるというふうには思っています。で、それはプリントアウトしてアルバムに収めておくのではなく、デジタル化をしてパソコンとか携帯で持ち歩く、あるいは大型のテレビで見るとかですね、あるいは本当にインターネット上に上げて、いつか僕が死んだ時に僕の子孫が僕の名前を検索してくれた時にこういった写真が出てくるかもしれません。もうそれは本当に50年、100年先の話ですが、そういったことでプリントアウトされたフィルムで残っているものをデジタル化をする、それは決して50年、100年の話ではなく、今生きている僕たち、あるいは今目の前にいる子供が大人になり、あるいは高齢者になった時に、その心の病を救ってくれる一つの重要なアイテムになっていくということが、この開始投法という物語の中で使われています。で、まだきちんとした何て言いますかね、確実なものということではまだまだないんですが、まだこれからこの分野でもいろんな経験を積みながらということになりますが、あえて僕はこの場所で断言しています。あとで批判もらってもいいです。デジタルアーカイブは認知症を改善させる、認知症の OK ですね、はい、ややや話、平たい話が、デジタルアーカイブによってボケが防止できると僕は断言したいと思います。それと同じように、デジタルアーカイブは先ほどうつ病の原因のほとんどを占めるのが、自殺の原因、自殺の原因のほとんどを占める、うつ病というのがあります。それに対しても改善する、ことがある、そういう用い方ができるということを考えると、デジタルアーカイブは自殺防止、自死というふうに言うんですが、自殺防止に役立つことができます。というわけでですね、今日ちょっとそういうことなのデジタルアーカイブを僕たちはどうしてやるかというのは、決して文化的な遺産として残す50年後、100年後にきちんと残していきたいということももちろんあるんですが、それも大事なことではあるんですが、実は今生きている私たちにとってデジタルアーカイブを持っている、デジタルアーカイブを持っているということが、実は心の病、あるいは自分の生き方そのものに対してとても強いこう後ろの支えになってくるということがあるかと思っております。というわけで、私も予防地域資料デジタル化研究会は、先ほどありました地域資料デジタル化に関する研究、調査研究、それから普及啓発、図書館とか博物館の仕事もしていますが、実は一人一人皆さんの、記憶、思い出、人生を振り返ろうとしたときに、どういう写真を扱ったりとか、どういうふうにしたらいいのか、そういった動画もためて、蓄積をしてきております。なのでぜひそういうことに関心のある方は僕たちのブースに来てですね、で最後にもう一つちょっと、お知らせです。ここからはちょっとお知らせ、このマルチメディアエキスポ21日までなんですが、その翌日22日の日曜日です。県立文学館でちょっと珍しい映画祭が行われます。これも僕たちが少しここでみんなで作る昔の山梨アルバムプロジェクトということで関わっているんですが、日仏交流映画祭2009というのが文学館で行われています。これは山梨県芸術の森文化館で、ね、芸術の森美術館文学館があるんですね。あそこで文化の種まきプロジェクトというのが始まっております。それで、
これは面白いのですね、この第1部懐かしの活動大写真館、地煙高田馬場というのはですね、坂東妻三郎、多分僕たちの父親の世代がバンツマバンツマって呼んでた人でして、この方の出る、主演の映画です。実はこれ無声映画です。音が入っておりません。なので白黒のフィルムがこう動いてるだけなんですが、そこに活弁士というのがあります。昔はですね、音のない映画に、おしゃべりをセリフを自分でこう語るしかありません。でその活弁士、臨場感のある発言をされるんですが、その方が実際来られてこの無声映画にその活動弁士がついて、見ることができます。で、午後にはこのフランス映画ジュース交流です、ね、フランス映画ということでシェルブールの朝が上映されています。で、会場にはこのみんなで作る昔の山梨アルバムということで、今聞いているのは昔の山梨県 の映画と映画の間によくやった県政ニュースなんていうのがあるそうなんですが、それを実際に見ることができると思います。そういうふうにして、昔のものではあるんですが、それを自分の心の支えにすることができる、これもあとも、ちょっと面白い、イベントですので、22日日曜日、この、山梨県立文学館に、行っていただけると、こういった面白いものが見れると思います。